お色系の実は使おうサイズでいうとジャスタンさんすごいからね一緒にダサクさんが歩いてるとみんなダサクさんの顔を見るんだってそんぐらいイケメンだったらしい今これダサクさんもっとごせんはじめダサクさんはぎゅ失神したって話アシッコイ行きまやっていきます意外とうまいでしょ <laughs> <laughs> こんなるって何や <laughs> どういうことえー、本当にこれ当日まで分かんないのからやるコンテンツロルはロルが来ても負けそうだしそしててかとかあえて楽しみな人多すぎるぶっちゃけ俺毎回言ってるけどポイさんゲロさんマジで楽しみゲロさんに関してはもう普通にファン 全体的にみんな楽しみだよ。ゲロさんに関しては俺中学生から聞いてるものです。世代的に。うどんとそれこそジャストビーフレンズですよ。え、マジでゲロさん楽しみ。え、俺さ、肉長も,も見てるよ。どんどんうどんうどんうどんじゃん。やばい。ちょっと待ってゲロさんガチやばいな。もうスポーティファイにゲロさんの曲たくさん入ってるしね、俺。どうなるかわからんけど。 まあでも、加藤さんが言ってたより楽しむような大会だからね。みんなで楽しみましょう、楽しみましょうの雰囲気を醸し出しといて。本番だけ俺たちガチ行こうか。お色気の術を使おう。いやなんかもう、え、めっちゃエッチな格好していくのじゃないもう集中できんぐらいのこっちのコスプレパワーで。いやもうそれしかなくない吉野さんチンチン出していこう。これはもう、いや、しょうがないもう。 <laughs> もう無理だもん出していくしかないこれは「<laughs> 早速も出せるぞ」って何 <laughs> どういうこと?「出せるぞ」って脱すはでかいあそうなのそういう出せるのか大蛇がいる <laughs> どこ情報だよなん <laughs> でなんで大蛇持ちっていうそのステータス知ってんの だからそのサイズで言うと、ジャスパーさんすごいからね。サイズで言うと、こう強いでしょ。で、関ゆうた強いでしょ。で、こっちはダサクさんよいでしょで。顔がもうゆゆうたさんがでかそうだから、こ <laughs> ゆうたさんもう完全偏見なの。ひどすぎる。偏見,で, <laughs> 偏見で,で。ジャスパーはプルネックの、その、ローションズボンの時に、パツパツにパンツ履いてたんだけど、ポンポンポンってやったらすごかった、マジで。 110万円払わなきゃいけないのに1万円支払いにしてたら<っ>12回払いで頑張いうないみれいなれよろしくお願いします怖っ統一よろしく頑張ろうね金利なんてさ14パートあるじゃんソクさんソクさんはでも言って一緒に案件あったからなソクにきの好きなと画あんのんかいや <laughs> 打速こぼす3連続料理が調べていいから何も見えないなおじいちゃんやなこの人のこぼすって全部大胆だよね出た俺これしてるこれしてる俺俺俺リピートしたよこれあれ違う あれ違うぞ実は違うアハ体験よダサクのこぼすアハ体験完成完成完璧, <laughs> 完璧だダサ <laughs> クさん <laughs> 浅草さんいいな <laughs> 浅草さんもね配信してるんだ 最悪が起きてるって <laughs> ゲロさんのコンテンツ話なんだけどさ肉ちょもでねゲロさんが打足さんのこと語っててさ電車の中でこう車両を移動する時にあのゲロさんが前に歩いてて後ろに打足さんが歩いてるとみんなダ足さんの顔見るんだってそんぐらいイケメンだったらしい今これ見てて。 めっちゃ減れた。<laughs> <laughs> かわいい大作戦かわいいねー来るえぇ、ー、マシンガあてあて、<laughs> 楽しくないあっしくないガチなマシンガ <laughs> サープレッサー付き。<laughs> あはははは待て、無理無理だわ大作戦願いしんで、おいしすぎ。ずーっとしてる。 ダメ <laughs> だよもう <laughs> って大佐さん無理だってエナコちゃんごめんごめんなさいてかエナコリスナーがちで絶 <laughs> 句してんだろごめんねなんかレイドした先こんなんで申し訳ないあ ゲロさんやん。ゲロさんの切り抜きだ。ちょ見てみようか。自分のヘで起きる打足を見て爆笑する曲 <laughs> <laughs>。うわ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 。アイドル歌いよこれ元祖。<laughs> <え> <laughs> これアイドルアイドルタイトル頂点よこれが <laughs> 頂点 <laughs> ねえルート5よ <laughs> いやマジキャーキャーだったんだよみんな10年前 <laughs> 10年前ってのが出身してたんだよだっささんかっこいいつって <laughs> 悲しい今ツイッチで「ヘよ」<laughs> みんな言うわ <laughs> みんな言ってるう <laughs> ん <laughs> 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 これさよくクリップ取ってたねずっと貼り付いてたんだろうねこれが一番いいやキャーキャー言ってた女の子さを歌い手の時代のさ女の子たちよりさこの寝配信をずーっと入れてさこいつなんかしねえかなクリップ取れねえかなって見てるファンの方がいいよね一番いいじゃん <laughs> <laughs> え、ちょっと待って。<laughs> これ最高だろ。これ最高コンテンツだな。何ゲロの合う解説動画ってどれ完成すると、ただ、ユリース、そうやもんな。この、ゲロさん、ううビジュアルもいい、<の>ビジュアルもいいんだけど。いいね、っあなんか、知ってるみんな。打足さんが合うって言った話。俺、したことないっけダヘヘさんが、エイペックスっていうゲームしたた時に、会う、合ったっていう事件があるんだけど、 このミサコさんっていう女の人とユリースっていう人と3人でックスっていうゲームやったる時にユリースがない、あの、海外の人なんですよ。カナダかなんかの。で、英語で喋る。で、ミサコさんは、あの、若い女の子。で、ダソクさんはユリースに英語で喋らなあかんし、ミサコさんには格好てい。喋りが上手いの。あの、あわよくば、あの、ちょっと。 あの、中とかしたいから多分な。だ、知らんで、それ本人から聞いたら俺の臆測な。<laughs> ユリースには英語でカッコつけたい。<laughs> ミサコさんにはモテたい。みたいな感じで、でも大会も頑張らなあかん。<laughs> エーペックスカッコつけなあかんっていう、すごくこう、狭間にね、揺れてた、えー、時にですね。<laughs> えー、すごくこう、敵がバーってきて。おおえ、だ、えー、そくさん。だ、そくさん。だ、そく、ウルトプリーズみたいな。

で、じゅんちゃんが言ってた。あちち。じゅんちゃん嘘つかないからな。あーもうまあ、おぉじゅんちゃんもその誰かから聞いたって言ってたけど <laughs>。<laughs> <laughs> だから、ほんと正直にも言うけど、もう裁判されたら負けるからで俺ら <laughs>。お前らも笑ってるから、お前らを道連れするから。<laughs> リスナーにこれ,これを話せる。また劇でよくそこでね、<laughs> 人のことばかりお前死ぬら死ぬ。<laughs>

<ス> <laughs> ちょっと、ほんとちょっと言っただけなんだよ。配信で、ビアイペクチに会うって言っちゃっただけで <laughs>。ここまで馬鹿にされて。ひどすぎるだろ。 打足さんのさあの打、ー、った話ってみんな知ってる出し <laughs> てね

人のせいだし見てねえし最悪 <laughs> 今ねツイッチ界で一番バカにされてる人ですね <laughs> あの10年前は歌い手会で一番イケメンって言われてチヤホヤされた男なんですけど <laughs> 10年経ったらこれはみんなーん、ゲロさんほんともろいなこの人に会えんの俺幸せすぎああ呼んでくれてありがとうございます俺幸せなほんとにああんちゃん結婚したね加藤純一の結婚報告で気が狂い「レモン」を歌う打足と爆笑する気持ち <laughs> すみません、これちょっと見よっか。気になってきたら。ダサくの顔。<laughs> いや、本当はね。なんかだから、独身のうちに、まあまあ、チャンスはある。ここここあ、みんな配信してたんだな。<laughs> <laughs> <laughs> 顔伸びてるって。<laughs> 顔なんでこんな伸びてんの。<laughs> こんな綺麗なことある。

思ってねえだろ <laughs> 全部その配信うんこちゃんおめえと伸ばしもびっくりマークもタイトルはどこからもう全てが嘘なんだよん<ー>その配信はこんな綺麗ににてくされることあんだね <laughs> いやーマジで初めてこんだけ笑ったかもしんない